どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、こちら現在開催中のテンスラコラボですね。まあ多分みんなガチャ引いたりしてると思うんですけど、今日はこのテンスラコラボの確定枠について解説していこうと思います。はい。で、今回の確定枠はもちろん4つで、まず石30個プラス放射内状確定テンスラガチャと、あとはミリムガチャ、リムルガチャ、リムルビルドラガチャの3つとなっております。今日はこれら3つの確定枠をね、おすすめ順に紹介していければなと思います。はい。ちなみに先に言っておくと、この石30個プラス放射内状確定テンスラガチャはこれマジで引く必要ないです。これはもう本当に毎回毎回言ってますけども、確率がね闇で、まあ、今回だいぶマシだね。でも今回マシだわ。なんかもともとなんか当たり率が 3% しかないとかね、クソみたいなガチャなんですけど、今回まだマシになってますね。炎上したから。リムルベルドラが 8%、 リムルテンペストが 8%、 ミリムナーバが 14%、 その他 70% でミリムリムルベルドララミリスから出るという感じになってます。まあそれでも全くもって買う価値はないですね。おすすめできません。まあでも、まあ12回に1回リムルかリムルベルドラリムルが出るって考えたら、まあマシっちゃマシだけど、まあそんなにおすすめできないかな。まあ、30% 引ける自信がある人は、もしよかったらね、購入してあげてください。ちょ、実際にそれだけ引いてから本編行くか。はい、まあ、ということでね、今回は、テンスラコラボガチャですね、の確定枠を買うべきかについて話していこうと思います。ということで、本編、実際にやっていきましょう。さあ、来い。リムル行ってんじゃない。リムドラもか。いや、リムル行ってんじゃない。クソだろ。さあ、ということで、まずは1番のおすすめから話していこうと思います。おすすめランキング第1位は当然こちらミリムですね。はい。ミリムに関しては、単純にミリムとベニーマルを合わせることで、テンスラコラボのキャラだけでテンプレ組めるのがすごい優秀かなと思ってます。はい。37ターン変身のね、スキビオンの変身キャラクターで、リダフルミリムにテンスラキャラを4体ぶち込むだけでテンプレ組めるんですね、ミリムっていうのは。そう、だからかなり編成がね、組みやすいというところもミリムの評価できる点になるかなと思います。はい。もうテンプレ残ってなかったけどね、動画で紹介してるんでぜひチェックしてみてください。で、37ターン変身で、バインド封印指浮遊10個ずつ T 字無効感ボイスに陰の核持ってますと。まあ、で裏、新戦術か、新戦術でも活躍できる可能性は高いと思いますし、スキルも2ターン自分の攻撃2倍、上限120億6回以上、火闇回復9個ずつ生成、シールド1つ赤が4ターンで使えますと。でもこれもね、4ターンで伝える2ターン継続スキルですからね。で、240億の火力と火闇回復の9個ずつ生成にシールド1つ赤いも強いですし、リーダースキルも闇火回復同時攻撃でダメージを 80% 軽減、攻撃力55倍、4コンボ加算、固定500万ダメージ、闇の回復力が 1.5 倍となっております。なんで 80% 軽減に回復 1.5 倍もあって火力も出せるのでおすすめです。はい。値段もね、リムルとかリムルベルダーに比べると2400円とすごい安いので、テンスラコラボガチャ引いてね、まあそれこそベニマルとかですね、フレイとかですね、そこら辺の最強サブゲットできた人は使ってみてください。ということで、まず1体目のおすすめキャラはミリムナーバです。さあ、次行きましょう。で、まあ次にもう1体買うべきキャラ話していこうと思います。それがこちらですね、リムルです。はい。ただちょっとこれリムルに関しては、ミリム買った人に関して言いたいんだけども、ミリムかリムルどっちか買うのも全然いいかなと思ってて、でミリムはテンスラコラボキャラクターのサブがまあある程度揃ってれば、まあ、十分使えるんでおすすめなんだけども、正直組めるんだったらリーダーとしてはもう今リムルの方が優秀かなとも思っていて、ただリムルを使うにはジグンリムルが2体必要だったりとか、あとはリムルベルドラを2体用意する必要があるんですね。まあ、つまりミリムって比較的テンスラコラボでいい引きできてれば金かかんないんだけど、リムルはめっちゃ金かかります。そう、ジグン2体リムル積むのがまあ一番強いし、まあ、1体でもいけるけど、少なくともリムルベルドラを2体ゲットする必要がある時点でリムドラ確定で買うか交換する必要があるからお金めっちゃかかるので、まあリムルベルドラ用意できるんだったらリムル買って、まあ、できないんだったらミリム買うのもいいと思います。まあ、リムル用意しようと思ったらね、お金かかるんで、もし買う人はちょっとそこは理解しておいてください。全然リムルスルーはありだと思います。バインド封印スキビオンに熟成にインの核持ってます。37ターンで2ターン平成76マス20ターン変身です。変身後バインド封印指水コンボ強化浮遊10強4つ、熟成ボイスにインの核持ってます。はい。で、スキルが
1ターンの間自分の助っ人の上限値を70億ランダム水6個生成 HP20% 回復が1ターンで使えます。リーダースキルは7コンボ以上で 60% 軽減、水を消すために攻撃力が 2.8 倍、1コンボ加算水の電波2倍です、まあ、当然ながらリーダースキルも青天井で優秀ですし、消すために火力が上がっていくのも優秀ですね。でスキルもね、水6個生成 HP20% 回復に自分と助っ人上限70億で使えるんで、まあ、当然これも強いかなと思います。はい。でさらにね、進化後に関してもリムルと相性めっちゃ良くて、バインドスキビオン封印指、10強4つ熟成ボイスに浮遊持ってますと。スキルも2ターンダブル吸収無効、上限80億、シールド1つ赤いが7ターンで使えますし、リーダースキルも 77% 軽減、攻撃36倍、2コンボ加算固定1000万ダメージ、水の回復4倍と、リーダースキルもかなり優秀になってるかなと思います。はい。で武器も、浮遊毒プラススキブ泥強4つと、でさらにこっちの武器も水属性追加スキブ2個の魔強チーム HP1 つに2ターンヘイスト覚醒無効回復3ターンダブル吸収無効と、もうどう考えても強いので、まあお金あるんだったら絶対買った方がいいかなと思います。ただリムルは本当に金かかるので、まあ現実的に組みたいんだったらミリムのテンセラキャラ染めのテンプレを組みに行くのが一番いいかなと思ってて、ただまあ課金したりとか、あとはテンセラいっぱい引こうと思ってる人はリムルも買っちゃうのも全然ありだと思います。当然ながら強いんで買えるんだったら買った方が当たり前ながらいいんですが、まあ金かかるということだけは分かっておいてください。もうという感じが、リムルの扱いですね。お金はかかる分やっぱり性能はめちゃ強いですという感じです。はい。まあということでね、次行きましょう。続きまして、リムル買った人向けですね。リムル買った人向けにおすすめなのが、リムルベルダラですね。これも3600円です。まあ、基本的にリムルベルダラは、ガチャで引くか、10体で交換ですね。がおすすめ。まあ、ただ、10体で交換するのも、まあ、結構、まあ、お金かかるので、そう、まあまあ引かないとダメなんですよね。10体って考えたら、僕これ、100連ぐらいしてるんで、もうすでに多分100連ぐらいしてやっとこれなんで、100連っていくらだ？だってお金で言ったらさ、魔法石1000個でしょ、6万円ぐらい課金してるんで、実際そんぐらい課金しないとそんなに交換溜まってもめちゃくちゃ余裕はできないと思うんですよ。だからバカほど金かかるんで、まあそこまで課金するぐらいだったらもう交換しちゃうよりは購入するっていうのも選択肢になるかなと思います。リムルベルダラ今すぐ編成組みたいけど魔法石ない人とかはもう買っちゃうのもありだと思いますしね。そう、全然そういうのだったらありかなと思います。基本は交換でゲットしたいですが、まあ、2体交換しなきゃダメなんで、リムル使おうと思ったら1体は交換でもう1体は購入とかでもいいかなと思います。はい。で覚醒はバインドスキビオン指10強4つ無効換2つボイスに10強持ってます。まあ、スキブも追い打ちもつけれて、まあそうですね、リムルベルダラに関しては、まあ、単純にやっぱ火力めっちゃ簡単に出せるんで、まあ、それが強いとリムル相方にすればね。でスキルも6解除右足1列右左足1列回復2ターン最大 HP1.5 倍、スキル進化でその後6解除右足1列を水に左足1列を回復に変化、1ターン指回復水の攻撃力2倍が1ターンで使えます。なんでこれループしてあげると、なんていうの、ロック解除に水回復生成ループに最大 HP1.5 倍がループして2体でね、でさらに指延長回復エンハンス水の攻撃2倍が2ターンに1回使えるというぶっ壊れなんですよね。だからリムルに入れとけばもうこれは間違いないキャラになってるかなと思います。なんでリムルゲットするんだったら絶対リムルベルドは2体必要で、逆にリムルゲットしたいんだったらもう最悪スルーしてもいいかなぐらいの感じのキャラになっております。はい。なんでリムルは買おうと思ってる人は絶対にねゲットしましょう。武器もね、水属性とか無効換チーム HP スキブ封印水泥強指と、マジでこれもリムルで強いんで、もはや本当は3体4体欲しいんですけども、まあ、そんなのちょっと現実的ではないので、まあ、基本的にリムルね、買った人はぜひリムルベルダラもまあ買う、もしくは交換してあげてくださいという感じになってます。まあ、だから最初に言った通りリムルは金かかりますが、その分リムルベルダラとリムルの方が組めたら強いので、まあ、金かかってもいい人はねぜひゲットしてほしいなと思います。だから現実的に強力で使いたかったらミリムがおすすめで、で金かけの多い人はリムルベルドラがおすすめ、もしくはガチャで亀引きしてもらえればいいんでっていう感じになっております。はい。まあ、ちなみにゴッドガンダムとかユニコーンガンダムのテンプレ組めてる人が今ミリムとかリムルを買う必要があるかと言われれば、正直今様子見でいいですね。まあさすがにゲットできるんだったらリムルはゲットしたいですけども、ミリムに関してはわざわざユニコーンガンダムとかゴッドガンダムを超えてまで無理にゲットする必要性はないので、まあ、そこはね、少なくともコラボギリギリまでは一旦スルーして新戦術のね強さ見てから判断すればいいかなと思います。まあ正味ユニコーンゴッドってね、あいつら価格安いくせに結構編成も組みやすかったんで、
まあまあそこでゲットしてる人は一旦まで様子見でいいかなという感じです。めちゃくちゃ無理に買う必要ないのでそれは押さえておいてください。で逆にゴッドとかユニコーンガンダムのテンプレ組めてない人はこの機会にミリブもしくはリブのテンプレ組むのめっちゃおすすめなんでぜひ狙っていただければなと思います。ということでまあ今回の動画は終わりになります。ぜひ参考になった人はチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。